6番、里のダイヤモンド。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。クラシック路線につながる大きな一歩を踏み出してほしいですね。さて今回はどうでしょう。誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生する、ホープフルステークス。3番人気はこの子です。当選冗談。2番人気を紹介しましょう。ウイニングチケット。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気、里のダイヤモンド。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番、当選状だ、里のダイヤモンド。期待通りの結果を出せるか。1番人気里のダイヤモンド。7番快調に飛ばして行きます。先頭は7番単身で飛ばして行きます。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はアグー・サーキオ、当選状だ。3番手2馬身差、里のダイヤモンド。2馬身3馬身開いてキングヘイロー、内から行く4番、そしてその外ウィニングチケット。少し離れて2番、1馬身差、5番9番、並んできた。少し後ろから3番、それを見るように18番、少し後ろから10番、さらにその外からは11番。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。現在1番手は7番、すぐに続いて当選状だ。1馬身離れてアグースターキオ、里のダイヤモンド。外から行く5番手4番、ウィニングチケット。並んできた1馬身差キングヘイロー、内の方から2番、1馬身離れて18番、その内並んで10番、少し後ろから5番、そしてその外から行ったのは11番、少し後ろから1番、外を回ります9番、3番並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。里のダイヤモンド前を狙っているぞ。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちが間に合うか。抜け出したのは当選状だ。だが後続も追いすがる。200を通過、当選状だ。苦しいけど粘っている里のダイヤモンド。並んできた里のダイヤモンド、完全に抜け出した。なんとか勝てましたということで、小杉沢君すべてだもんな。第一歩を踏み出した。2着には当選状だ。3着はウイニングチケット。勝利の日の出は